なぜか初めて使った時だけ強く感じる武器参戦。一つ目、カーボンデコ。初めて使った時はその圧倒的な球速に酔いしれちゃいます。でも濡れないから打開厳しいし、どうしても味方任せになっちゃいますね。あーごめん。二つ目、もみじシューター。トーピードとホップソナーの圧倒的嫌がらせ性能で初回はめちゃくちゃ気持ちよくなっちゃいます。乱獲乱獲。ただキルは結局苦手なので、どうにも痒いところに手が届かないんですよね。当たらんわこんな。3つ目、ロングブラスター。最初は直撃の気持ちよさと爆風によって面白いほどキルが取れます。はい、3枚やりでも結局素早い相手には勝てないんですよね。パブロ無理なんだけど。みんなはどんな武器が難しいと思う？コメントで教えてね。シキブソー X 対ロロイトがお送りしました。